はい、皆さんこんばんは。ちょいちょいと iPad Pro の噂が出てきてますね。はい、一応12.9 インチで2732の2048で、画素密度の方が 265ppi みたいです。で、別の情報ではですね、2048の1536との噂もありますね。もしかしたら 12.9 じゃなくて 12.2 インチになるかもとのことです。はい、でですね、この iPad Pro なんですけど、高機能なスタイラスペンをつけるかもしれないとのことです。あとリーク情報ではですね、 iPad Air 2と同じ3コアの A8X 採用、もしくは A9 を搭載し、 iPad シリーズ最高の性能になるとのことです。この辺はいろいろ噂が出てるんで、どのチップを使うかとか何とも言えないんですけど、はい、すごい楽しみです。はい、で iPad Air 3とか iPad mini のレティーナの新しいやつとかですね、そういう情報も混在してるかもしれないんで何とも言えないですけど、あと個人的にすごい気になるのはですね、値段が一体どのくらいになるのかっていう話です。円安の影響もあると思うんですけど、10万超えてたらさすがにちょっと手が届きませんよね。その値段だったら MacBook Air とかも買えますしね。ただiPad でスタイラスペンをつけるとのことで、どういったものになるかもすごいそそられます。もしかしたらデザイナー御用達の機器になってしまうんじゃないかっていうのもちょっと思えてきますよね。はい、iPad でスタイラスペンとか使えたら相当いいですよね。多分最強だと思います。さらに USB3.0 のポートも搭載されるみたいですね。なんかキーボードやマウスを接続することが可能なポートの搭載、これ USB3.0 のことかわかんないですけど、あとなんか充電時間も短縮されるみたいです。なんかSurface Pro の Mac 版みたいになると思うんですけど、どうでしょうかね。まあどっちにしろ楽しみなんですけどね。はい、もう一つ噂があるんですけど、なんか iOS と OS X ハイブリッドにして、どちらにも互換性を持たせるみたいな話もありますよね。はい、真相はちょっとわかんないですけどね。はい、そのうち MacBook とかもタッチ対応になるんじゃないですかね。はい、発売日はですね、現時点では9月になるんじゃないかっていう噂があります。はい、今からすごい楽しみです。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。ここの登録ボタンよりぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。では。